藤崎彩音は、日本の女性アイドルで、電波組、インク、ピンキー、ノーラペトラのメンバー、埼玉県出身、愛称はピンキー、電波組、インクでのキャッチフレーズは、踊ってみたら7変化、担当職青、ファッションブランド PZZZ を立ち上げ、ファッションショーにも自身が参加した。オタクであった両親の影響により、1歳になる前から、 コスプレイヤーとして活動。当時から母親に対して、このキャラクターが好きだからやりたいと発言していたという。人生最初の記憶は、東京ビッグサイトで、鉄拳の両アキラーのコスプレをして、多くの人に写真を撮られている場面であるとしている。コスプレ会場でのダンスパーティーにも参加し、4歳くらいからステージ上で踊っていた。小学校4年時に参加した。 ダンスパーティーで TM レボリューションのホットリミットが流れた際にいても立ってもいられなくなり踊り始めたことから本格的にダンスが好きになりこの時点で電波組、インクとしてのストーリーは始まっていたと後に10回しているコスプレ用のレプリカの武器や小道具を作るのが得意だった父親とコスプレやダンスをプロデューサーのように指導した母親の元小学校2年時に 参加したコスプレ大会では上位の成績を収め単純に会場でコスプレをするだけではなく大会に出て評価されると自分の価値がわかるということに気づいたというダンスについては特に好きだったアーティストとしてミニモニを挙げており辻ちゃんとカゴちゃんは普段はモームスのメンバーだがミニモニになるとキャラクターになるその二次元っぽい 立ち位置にすごく憧れたとした上で、この時からダンスをすることによって違う、何かになれることに気づいたと実感している。中学校2年時に夜中にパソコンを見ていた母親からニコニコ動画の処理、踊ってみたを見せてもらい、ダンスのうまさをアピールしているのではなく、単に曲を楽しんでいる感じに面白さを感じたことをきっかけに、自身も2010年8月にピンキー。 名義で踊り手としてデビュー。投稿後は、良い評価から悪い評価まで様々なコメントを見て、いろんな人の意見を聞ける。ここはすごく良いところだ。自分の踊りを評価してくれるところが嬉しい。評価があるからこそ良いところを伸ばし、悪いところを削ることができると思ったという。踊り手デビュー後は、ソロ動画のほか愛川小杖や小木の沙織らとのコラボ動画や、 ニコニコ動画主催のダンスイベントニコニコダンスマスターにも参加。高校進学後4ヶ月が経過した8月、その動画を閲覧したプロデューサーの福島舞子からツイッターのダイレクトメッセージを通じて勧誘を受け、秋葉原ディアステージへ入店。この勧誘を受けるまではディアステージの存在すら知らなかったが、当時アルバイトの面接に10個以上落ちている時期であったため、お店で働きたい。 接客のバイトがしたいという目的で入店した。福島によれば、当時アトベミューが卒業するにあたり新メンバーを求めて、可愛い,い子がいないか周囲に聞き回っていた時期に、ディアガールから藤崎の動画を紹介され、すごくイメージがあったとして、ディアステージへ勧誘したと述べている。後の二0 1年十月に電波組、インクへの加入を打診されるも、既存の五人で完成されている。 自分は、学校があることなどを理由として当初乗り気ではなかった。母親も交えて話し合い、学業に支障がなければ良いのではないか。歌は微妙だが、人前で踊りたい、自分を進ませる一歩であると感じ、加入を決意。同年12月25日に原宿アストロホールで、開催された、後部ミウの卒業公演を兼ねた、ワンマンライブ、聖夜、宇宙に鳴り響く、電波組。 インクの愛と勇気と少しの電波、電波ライフは終わらないにおいて、最上もがと共に新メンバーとして発表された。加入当初はコスプレや踊ってみたの活動を通して舞台慣れしていたことから、ある程度の自信はあったとする一方で、歌唱力については壊滅的だったと実感している。歌唱力以外にも、加入直後なかなか自身の人気が出なかったことから1年間ほどは、 葛藤が続いたとしているが、6シ,シングル、WWD の収録時に作詞、作曲を務めた前、山田健一より、もっと自分のキャラクター性を出してみよう、子供っぽく歌ってみようなどと言われたことをきっかけに、初めて自分の個性を知り、今の歌声を作ることができた。それまで地声で歌っていたが、これ以降ステージに立つと、声が変わるようになり、無意識に自分の中でピンキー。 に切り替わる感じを習得することができたと述べている。この WWD リリースまで夢我が夢中で活動する中ファンの増加になかなか実感が湧かなかったが2013年あたりから徐々に自身の人気が出てきたことに安心感を覚え自分は前に進むしかないと思うようになったという2014年3月に高校を卒業同年8月8日には 横浜市の横浜高速鉄道港未来線、港未来駅で1日駅長を務めた。2015年4月からは、古川美林とともに東京 FM のラジオ番組電波 CH 東京電波インターナショナルにてパーソナリティを務めている。二人は、サ歳サブックスの発行するラジオ番組表2017年秋号で、第10回読者が選ぶ好きな DJ ランキングの FM 部門第1位となって発表され、表紙を飾った。2015年8月29日に開催されたイベント、ジャムエキスポ2015では、テーマソングを歌唱するセンバズユニット、ジャムオールスターズ2015のメンバーに選出された。同年12月11日、7日に誕生日を迎えた、自身のバースデーイベントとして、ピンキー生誕祭2015子供じゃないもんガオー。 ゼップダイバーシティにて開催した。2016年1月1日、妄想キャリブレーションの星野に、後進ユニットニアピンを結成、披露した。7月、ファッションブランド PZZZ を立ち上げ、デザイナーデビューが報じられた。同年10月9日には、出身県である埼玉の観光や特産物を PR する。 埼玉特命観光大使の第1号に任命された。2016年に電波組、インクが就任した富士山新前大使の一環としてディアステージ所属メンバーから富士山女子登山部を結成して富士崎が部長を務め7月21日には富士山登頂に成功。さらに2017年7月26日にも前年とは異なるメンバーを率いて富士山に登頂。 2016年、第5回富士山マラソンの大会サポーターであるデンパクミ、インクを代表して、10月16日にオーストラリアでの姉妹提携大会である2016メルボルンマラソンに古川美林と共に参加し、藤崎はフルマラソンを完走。続いて2017年には、藤崎彩音個人として、第6回富士山マラソンのサポーターに就任し、 9月24日には、ドイツでの姉妹提携大会である、ベルリンマラソンに出場して、フルマラソンを完走した。2017年6月、フィンランド人の姉妹、ノーラペトラと共に、新ユニットピンキー、ノーラペトラを結成した。同年12月22日より、すでに京都で異例のロングランを続ける、日本初で日本初のノンバーバルパフォーマンス、デア、ディアマイナスが、 千葉でギア、ギアマイナスイーストバージョンとなって開幕し、藤崎がオリジナルキャストとしてドールパートで出演している。こちらも2018年を通して好評を博し、2019年にも継続している。2018年12月12日には、2019年に日本とフィンランドが外交関係充立100周年を迎えるにあたり、中日フィンランド大使館より、 神前大使に任命された。ニコニコ動画の踊ってみたでの活動以降のピンキーという名義は自身が好きなフィギュアピンキーストリートに由来し、電波組、インク加入後も継続して公式のニックネームとして使用している。電波組、インクにおける妹的存在と評されるが藤崎本人はそう評されることが嫌であるとしている。 好きな食べ物として梅干し、もんじゃ焼き、漬物、納豆巻き、オムライス、そぼろご飯などをあげている。前髪に関わりを持っており、固定に顔のケープを愛用している。パンダ、およびどんぐり好きである。もともと幼少期は熊が好きであり、後に小学生になって猫を飼うようになってから猫も好きになり、熊猫は中国語でパンダを意味することから自然に、 パンダ好きになったのではないかと本人は推測している。電波組、インク加入当初に自分だけキャラが薄いことに悩んでいた時期があり、その際に加入前のシングル、フューチャーダイバーのジャケットでメンバーが動物の耳を身につけていることからヒントを得て、パンダ好きを押し出していくことに決めた胸を述べている。幼少期から加入当初までプロデューサーである母親の意向に従っていた。 影響によって自分自身の意志がないことに気づいた自分で考えるという行為を放棄していたなどと10回している。2013年1月のライブツアーワールドワイド電波、20131富士、二鷹三電波で実施されたメンバーそれぞれが自分の過去を語る独白コーナーについてそこで話すセリフが全く思い浮かばず振付師の由美子から 自分の言葉が一つもない、自分のことを話しているつもりでも、すべて母親の意向をもとに行動していることを指摘されたことが非常にショックで、初めて死にたいと感じるほどの辛さを経験したという。フォースシングル、デンパレードジャパン、フィフスシングル、キラキラチューンまでは、果たしてこれで良いのか、自分がわからない状態で活動していたが、前日の w WD のリリースをきっかけとして、 自分の殻を破り、母親からのアイデンティティの独立ができるようになったと述べている。電波組、インクに加入するきっかけともなったダンスについては、長かった独学時代の全部コピーすれば、OK、大丈夫でしょという認識を改め、振り付けの意味を意識化することや、長く踊れるように型をしっかり身につけようとしている、途上にあると述べている。また、 踊りが非常に上手になる必要性はなく、ダンスを見て気持ちいいと思ってくれればいいという考え方を持ち、自分の根本には母親を表せたいという気持ちが続いている。昔から人のために何かしたいという気持ちが強く、私はダンスで人を喜ばせたいということをずっと思っているとも述べている。なお、古川美林ともにフリップサイドのバックダンサーとして活動していた時期があり、 2015年3月1日に横浜アリーナで開催されたフリップサイドのライブにもダンサーとして出演した藤崎彩音と星野に後のコラボユニット作詞作曲編曲はパンデボーイが担当振付は藤崎が担当ゴルフをモチーフに届きそうで届かない思いを表現している2019年妄想キャリブレーションの解散及び星野に あの芸能界引退に伴い活動停止作品主なライブ藤崎や音とフィンランド出身の姉妹、ノーラペトラとの3人組エレクトロダンスユニットで北欧スタイルアイドルとして異彩を放つサイドプロジェクト。略称はピノペ。来歴両者の初代面は2015年フランスのパリでのジャパンエキスポだった。2016年に来日してライブイベント。 ディアステージショーケース2016に出演し、藤崎とも再会したノーラペトラは、一旦帰国した後の2017年に再来日する。ムーミンなど北欧のカルチャーや神秘的な風景に惹かれる藤崎と踊ってみた動画など日本のアイドルシーンやファッションに憧れるノーラペトラとは、同年夏にユニットを結成。デビューは、ディアステージショーケース2017のステージで発表。 ジャパニーズポップスに北欧フィンランドのイメージや世界観を落とし込んだ楽曲制作で両国の音楽の架け橋となることを目指す。その後、ノーラペトラは帰国している。作品を主なライブ。ありがとうございます。